ゲーム業界でヤバい事件が起こっている。はいはい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。今ゲーム業界でヤバいことが起きています。この事件は今全世界でかなり波紋を呼んでいて炎上しています。その渦中にあるのがゲーム開発エンジン Unity。 最近のゲームって開発するときにこういったゲームエンジンを使用して効率よくゲーム開発するっていうのが当たり前になってます。そのゲーム開発エンジンの一つが Unity。 Unity はガチでやればプログラミングする必要もありますが、割とプログラミングなしでもある程度のゲームが作れてしまうというツールです。 Unity が何なのかっていうと、ゲーム始めたら最初に会社のロゴとか出てくるじゃないですか。その流れで開発エンジンのロゴも出てくるでしょう。これです。最近じゃもうゲーム開発はアンリアルエンジンか Unity ですよね。割合としては AAA とかの対策ゲームはアンリアルエンジン、インディーズやスマホゲーは Unity というイメージだと思います。そのゲーム開発エンジン二大巨頭の一つ Unity が突然価格改定および Unity 税金と呼ばれるゲームのインストール数に同時で金額が発生する制度が導入されると発表され、ゲーム開発者たちが悲鳴を上げ炎上しています。まさにユニティ事変です。現在界隈でどうなってるのかというと、例えば去年発売されて100万以上売れたインディーズゲームカルトオブザラムの開発者がこの値上げ発表に対して今年2024年1月にリリース停止すると激怒していたり、アマンガースの開発も次の新作は絶対にユニティを使わないと発表。日本ではカイロソフトのゲームタイトルが全部ユニティで作られてるもんやから怒涛のセールを開催してて、これまでの作品全部入ったバンドルが 81% の割引の972円で購入できたりと、いろいろとゲーム業界かなり荒れています。一時ユニティ公式に脅迫が相次いでオフィスを閉鎖するという警察沙汰にまで発展する始末。突然の値上げはゲームを開発する側にとって大きな障壁となりますが、普通に考えれば我々ゲーマー、つまり消費者にはあまり関係がないんじゃないのと思われるかもしれませんが、そういうわけにもいかない事情があります。というのもこれまでユニティで開発していたゲームが開発エンジンを変更するためにリリースを延期したり、場合によってはこのままリリースすると採算が合わないとして早めに開発中止を決定するということもあり得るかもしれないからですね。さらにソシャゲ業界に関して言えば、ソシャゲってやっぱりダウンロード数が多い媒体になるので、それに応じて金額が発生するユニティ税の営業をもろに受けるので、課金アイテムの高騰が相次ぐかもしれません。現在ゲーム業界におけるゲーム開発エンジンのシェア率としては第3位に企業独自のエンジン、そして第2位にアンリアルエンジンで、第1位はユニティと、パーセンテージ的にグラフ化するとこうなります。そう、圧倒的にユニティのシェア率が高いんですね。これはなぜなのか、私自身ゲームを開発する立場ではないので、これがこうだからユニティ最強みたいなことは言えないんですけど、ユニティのシェア率が高い理由は一般的には価格が安いということ、そして物にもよりますが割と簡単にゲーム開発できるからこれだけのシェア率を誇っています。現在ユニティでは無料で始められるプロフェッショナルをはじめ、エンタープライズなどのプランが提供されていて、それぞれユニティで開発したゲームの年商に応じて月額料金がかかるものの、プロフェッショナルなんかは基本的には無料なので、インディーズの開発者やら少数でゲームを開発する人たちにとってはかなりありがたいエンジンなわけです。ちなみにこれまでユニティで開発されたゲームタイトルとしては、和芸で言えばウマ娘、ポケモン GO、 他にもポケモンブリリアントダイヤモンド、シャイニングパール、洋芸で言えばフォールガイズ、アマンガス、原神、リーグオブレジェンドなどなど、 AAA タイトルからソシャゲまで幅広く使用されています。なので今回の値上げやユニティ税金は今後のゲーム開発にとって大きな痛手と変化が起きるかもしれません。実際もうすでに動きが結構あるので、私たちが今楽しみにしているゲームも延期や中止が相次ぐ可能性が大いにあります。ではその価格改定による炎上とユニティ税と呼ばれる悪魔の税金システムの実態を見ていきましょう。突然の価格改定とユニティ税に阿鼻叫喚。まず今回の価格改定の発表は今月9月12日に突然発表されました。簡単にその内容をまとめると、ゲームのインストール数を基準とするユニティランタイムフィーを2024年1月1日から導入するというものです。まあ要はユニティを使って開発したゲームがこれだけダウンロードされたらこれだけお金ロイヤリティ払ってくださいねっていう内容になります。ではまず現在のユニティの料金表を見てみましょう。まず無料のプラン、パーソナル、資金調達、年間売上0から10万ドルまでは無料。まあ日本円にすればだいたい1500万円ってことですね。まあ要はゲームの売上が1500万突破するまでは無料で使えるよっていうことです。
大手のゲーム会社なら1500万なんかすぐに行きますが、個人開発者やインディーズからすると結構ありがたいところなんですよ。で、プラスからは10万から20万ドル、年48,395円、プロは20万ドル以上で年間267,960円、エンタープライズは同じく20万ドル以上で料金は問い合わせという感じで、ゲームが売れれば売れるほど使用料金は高くなるものの、その料金さえ払っておけば他にお金は発生することはございません。それゆえに長い歴史とともに根強いユニティユーザーが多く存在していたわけなんですが、今回の価格改定とユニティ税によって全てが破綻しかねない状況に陥っています。では今回発表された新しい料金体制を見てみましょう。はい、こちらかなりややこしいですが、まず簡単に説明していくと、無料プランの場合は過去12ヶ月のゲーム売上金額が20万ドル、まあ約3000万円以上、かつ過去の全てのインストール数が20万以上になると、1インストールごとに決まった料金を支払わなければならなくなりました。値段としては1インストールごとに 0.2 ドル、まあだいたい30円くらいの支払いが発生するということになります。そもそもで無料で使えたプランがこの税金のようなシステムが追加されたことでネットで炎上しているというわけですね。で、無料プラン以上のプランにもこの税金が適用されることになっていて、プロであれば1インストールあたり 0.15 ドル、50万ダウンロードまでは 0.075 ドル、100万までは 0.03 ドル、それ以上は 0.02 ドルという感じで、100万以上のダウンロード数であれば 0.02 ドル、日本円でまあだいたい3円ぐらいですね。無料プランなら30円で、100万インストール以上なら3円、ゲーム本体価格からすれば少額でしょうと思われるかもしれませんが、例えばゲーム価格1000円以下、なんなら300円とか500円とかのワンコインレベルで売ってるゲームにとってはかなりの痛手になります。それこそアマンガスとかはスチームで500円で買えますからね。じゃあこのユニティ事変によって開発者がどれくらいお金を徴収されてしまうのかを簡単に計算しましょう。今回は個人あるいは少数ゲーム開発者が PC ゲーム開発してスチームにリリースしたというパターンを考えた上で、一番最悪の計算で出していきます。じゃあまあ仮に過去1年間で売上3000万、インストール数20万をクリアしました。はい、ここでまず金額が発生する状態になります。これ注意なのが、支払いの条件を満たした月から考えるんじゃなくて、前月のインストール数に応じて今後支払っていくということになります。じゃあ例えばその前月のダウンロード数が3万だとすると、インストール単価あたり 0.2 ドルが適用されます。計算すれば3万 ×0.2 ドルで 0.6 万ドル。日本円にして88万円になります。つまり月に88万円支払う計算になるんで、年間1000万円弱ユニティに支払う形になります。結果、年間3000万売り上げたのに1000万が徴収されるという地獄ですね。さらにスチームとかでリリースする場合は、ロイヤリティとしてゲーム収益11億円以下の場合は、売り上げから 30% をロイヤリティとして持ってかれるんで、3000万円売り上げなら900万円のスチームにも消えます。はい、ということで最悪のパターン。がこれで完成です。年間3000万売り上げ、うち1000万円ユニティ税、さらに900万スチームにロイヤリティ、最終的に残った利益1100万円です。これはね、日本政府も驚愕の税金システムですね。まあ、これは本当に一番最悪の計算なので、何も個人開発者全員がこの支払いを強いられるというわけではありません。例えば無料プランにて料金が発生する条件である売上3000万、インストール数20万を達成した瞬間から、ユニティのプランをプロなりエンタープライズにすれば、売上上限とインストール数の敷居上限が一気に上がるので、収益1億5000万、インストール数100万以上にならないとインストール数に応じた税金が発生しなくなります。なので個人開発や少数のインディー会社とかは、とりあえずこの年間27万円のプランに入っておけば大体救済されるわけですが、中堅大手の開発は年間売上1億5000万とインストール数100万を割と達成できるラインではあると思うので、痛手にはなるわけですね。で、最も痛手のゲームのジャンルがあって、それがソシャゲとか無料ゲームですね。無料のゲームはターゲット層をある程度広めにしておきながら、狭いターゲットに課金をしてもらうというビジネススタイルなわけですが、間口は広い分ダウンロード数は多いわけです。有料ゲームに比べると売上とダウンロード数ってえらい差が出るわけですよね。つまりインストールに応じた税金の影響をもろに受けます。いくらプランをプロにしたからといっても、結局インストールごとに 0.02 ドルを支払う必要があるので、ものによってはインストールされるたびに赤字が出るという地獄の完成です。ちなみに今回のユニティ税導入の際に公式が Q&A を出していて、ユーザーがゲームを再インストール再ダウンロードした場合、それは複数のインストールとしてカウントされますかという質問に対しては、再インストールに料金はかかりません。このプログラムの精神は最初のインストールに対して課金することであり、継続的なインストールを行う同じ人に対して課金するつもりではありませんという返答がありました。まあ、ここから何がわかるのかというと、例えばソシャゲでは当たり前のリセマラ行為による再インストールには料金はかかりませんよということですね。まあ、これは当然ちゃ当然ですけどね。
ただし一つ問題があって、再インストール自体は無制限なものの、ゲームのデモとか早期アクセスとかのインストールには料金がかかるらしい。あとさらに付け加えると、再インストール自体は問題ないものの、これはあくまで同じデバイスの場合そうなだけで、他のデバイスで同じゲームをダウンロードすると追加料金が結局発生するらしいです。これえぐいよな。これは炎上するわな。実際海外じゃもうユニティは使うなっていう感じで SNS で拡散されたり、ユニティの動画広告サービスをもう使わないという声明が多くのゲーム開発者によって出されていたりと、完全にユニティオワコンの空気が漂っています。ではここでもう一つの有名な開発エンジン、アンリアルエンジンの料金体制も見てみましょう。アンリアルエンジンの料金体制は非常にわかりやすく、基本的な使用は無料。お金が発生する条件としては、過去すべてのゲーム総売上が100万ドル、日本円で1億5000万円を超えた時、5% のライセンス料の支払いが発生。ただし、すでに売り上げた100万ドルに対しては、ライセンスは支払う必要はなく、そこから四半期ごとの売上に対して 5% のライセンス料を支払うという内容になってます。まあめちゃくちゃわかりやすいよね。さらに言えば、アンリアルエンジンはこの料金に突然改定が行われたとしても、ユーザーはその変更に同意するか否かを選択できるらしい。ちなみにこのアンリアルエンジンの発表自体は先日15日に行われたので、明らかにユニティユーザーに対する牽制ですよね。ユニティユーザーはこっちに来いと言わんばかりの発表です。ちょっといやらしいですが、ゲーム開発者からすればありがたい話ですね。ちなみに皆さんもうお分かりかもしれませんが、ユニティの無料プランの最初の上限である3000万売上、20万ダウンロードの条件は、アンリアルエンジンにおいてまだ無料使用の範囲内なので、これからゲームを個人開発する方は、アンリアルエンジンを使用して開発する方が明らかにお得になってしまうわけですね。まあ、このように全てにおいて解約を施しまくったユニティ。現在多くのゲーム開発者がユニティからアンリアルエンジンなどの開発エンジンに移行を進める動きが見られています。ネットで大炎上。ということで、前の料金体制からややこしくなるばかりか、基本的には完全に解約してしまったユニティに対し、多くのゲーム開発者たちが不満を噴出。ネットでは大炎上。カルト・オブ・ザ・ラムを今すぐ購入してください。1月1日に削除されます。我々のチームは過去2年以上にわたって新しいゲームの開発に熱心に取り組んできました。ただしスレイザースパイアとは異なり、開発に使用したエンジンはユニティです。ランタイム料金の訴求的な価格設定構造は、開発者特にインディーズにとって様々な形で有害であるだけでなく、信頼の侵害でもあります。ユニティが GitHub から TOS を削除することまで行っていることから、ユニティはこのことを十分に認識していると考えています。私たちのチームはすでに新しいタイトルの開発に膨大な時間と労力を費やしていますが、変更が完全に元に戻され、 TOS 保護が導入されない限り新しいエンジンに移行することになります。私たちはこれまで一度も公的声明を発表したことがありません。なぜかというと、あなたたちがめちゃくちゃひどいことをしたからです。やり方がエグすぎ。少数開発チームはエンジン移すやろな。信用できんし。原神、ポケゴー、馬、FGO、ガチャ石、高騰待ったなし。いろんなところから訴訟されるだろう、これ。売上1本あたりのインストール回数が理論上無限に増やせるのであれば、1回あたりの金額が安いからとか関係ないわな。ライセンス料が青天井の上に変動しますって言われたら、ビジネスにならないよ。ほとんどユニティ特有の機能とか使ってるから、アンリアルへの乗り換えも実質無理だろう。乗り換えるくらいなら破棄して一から作り直すしかねえじゃん。という感じで、賛同する声はほぼありません。まあこれは本当にかわいそうだなという気持ちでしかないよね。今ユニティでめっちゃ頑張って開発してたのに、こんな価格改定されてさ、当初考えてた利益とかの採算合わなくなってきますよね。で、この炎上は様々な方向で飛び火していて、どうやらユニティの複数のオフィスに脅迫なども届いており、一時的に複数のオフィスが閉鎖していました。当初この脅迫はゲーム開発側の人物たちによる脅迫と思われていましたが、その後、この脅迫はまさかのユニティの作業員による脅迫だったということが判明し、カオスな展開に突入しています。ことの顛末を話すと、今回の新料金改定、ユニティ税導入以前から、多くのユニティ社員が反対していたらしいんですが、最終的にその反対していた作業員たちに無断で価格改定の発表が行われたことで、無視された社員たちに不満が爆発して、結果的に会社に脅迫したということらしいです。ちなみにその脅迫犯はすでに退職済みとのことですが、これからもっと退職者が出るだろうと、先日までユニティの社員だった男が SNS で話していました。いやもうカオスやな。身内まで巻き込んで炎上させるとかもうやばいでしょ。ユニティが言い訳するも、これまでの利用規約周りもこっそり変更していて叩かれる。散々叩かれているユニティですが、さすがに叩かれすぎたのか、14日にツイッターアカウントで言い訳を開始しています。こちらは今回の価格改定に寄せられた懸念に回答する内容になっているんですが、その内容に突っ込みどころが多く、結局批判されています。さらにはこれまでに掲げてい
ていた利用規約をこっそり変更していたことも判明し、多くのゲーム開発者とゲーマーに不信感を与える結果になってます。まず今回のこの声明では、今回の価格改定で影響を受けるのは一部の成功を得たメーカーに限られるので、ほとんどの開発者には関係ないと言っています。まあ、それはそうなんですが、今回の価格改定で大きく影響を受ける人たちのパーセンテージ的に表すと大体 10% ぐらいと言われていて、現在のユニティ開発者23万人ということを考慮すれば、そのうち2万3000人はこのユニティ勢の影響を受けるということになっちゃいます。まあ、この人数が多いか多くないかは個人差あると思いますが、現状多くのスタジオがユニティから他のエンジンへの移動を開始するという声明を見る限り、ユニティが思ってるより業界への影響はめちゃくちゃ大きいです。また今回の価格改定によって、これまでに掲げていた利用規約もこっそり更新されています。もともとあった利用規約を読んでみると、ユニティのバージョンを入手しプロジェクトをアップグレードしない場合は、そのバージョンの TOS をそのまま使用できるはずだと私たちは考えています。実際にはそれはバグ修正にアクセスできる場合のみに可能です。このためプロジェクトで使用している長期安定ビルドを含む同じメジャーバージョン番号の TOS を引き続き使用できるようになりました。今後は TOS の変更を GitHub でホストし、いつどのような変更が行われるかについて開発者に完全な透明性を提供します。ということで、まあ要は何かプランに変更がある場合は、開発者たちに透明性のある情報を提供するし、なんなら一回プラン買っておけばアップグレードしない限り内容は変更されませんって言ってる感じでしょうね。間違ってたらごめんなさい。なんですけど、それが先日新たな文言が追加されていました。それがこれ。ユニティは理由を問わず予告なしにこれらのユニティソフトウェア追加規約をいつでも更新することができます。これらの更新規約は最新の今年度バージョンのユニティソフトウェアに適用されます。いや、えぐ日本政府もおったまげですやん。これはもうやばいね。ユニティ予告なしにこれらのユニティソフトウェア追加規約をいつでも更新することができますってさ、いつでもルール変更できますっていうことですよ。じゃあ明日から50万ドルの利用料金かかりますって言っても問題ないっていうことになっちゃうわけですよ。極端な話ね。いや、エグすぎるやろ。で、この利用規約変更に対しても皆さんブチ切れで、ちょっと読み上げるのも億劫になるくらい切れてます。ちなみにこの利用規約こっそり変更事件については公式から何の弁解もありません。今後ユニティはどうなるのか。ということで、ユニティ事変まとめてみましたが、最終的に今回の騒動でゲーム業界がどうなるのか、まあ、まず現時点で起こっている開発エンジンの変更ラッシュが起きるんじゃないですかね。大手のゲーム会社はそういった発表するといろいろと面倒くさいと思うので情報は出ていませんが、少数で開発しているゲームは状況にもよるでしょうけど、アンリアルエンジンに移行する可能性が大いにあるかと思います。開発初期段階か終盤かとかで変わると思いますが、まだ構成段階とかならアンリアルエンジンで開発しようってなるのが普通なんじゃないかね。まあユニティとアンリアルエンジンは似てるようで案外違うので、最初は移行に手間がかかると思いますが、結局ゲームは売れてなんぼの世界ですから、どれだけ利益を出せるかって考えたらインディーズ中堅はアンリアルエンジン一択になるんじゃないですかね。あとソシャゲの課金関係が高くなる、これは普通にあり得ると思います。かそってるソシャゲとかならサブスク料金のみでなんとかなるかもしれないんですけど、大手のソシャゲはインストール数に応じて発生するユニティ税によって今までよりも金がかかることになるので、そのお金がかかる分相殺するためには課金アイテムにしわ寄せが行くのは当然だと思います。ユニティで作られた人気のソシャゲとしては馬娘、原神、 FGO とか他にもいろいろとあると思いますが、これらの人気ソシャゲユーザーはちょっと身構えといた方がいいかもしれないですね。まあ今後これらのソシャゲからいろいろ情報が出回るかもしれません。ということで、いかがだったでしょうか、ユニティ事変。まあ結構荒れてます。現在もまだ事態は収まっていなくて、海外ではまだ炎上続きです。ユニティで開発して今後リリース予定だったっていうゲームがいっちゃんかわいそうよな。まあユニティ公式も今回の件については結構重く受け止めているとは思うので、ゲーム開発者たちが納得いくような説明や保証があるといいですね。まあまだ情報が錯誤している事件になるんで、今回の動画の中でもちょっと間違った情報とかもあるかもしれないんですが、もしそういうのがあったらコメント欄で教えてください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるので登録をお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。